オッテナム、2点リードで折り返すも、シティのゴールラッシュで最終的に行ってしまう。ウンフンミンとリシャルリソンというポンコツコンビ。スペシャルワンでもポチェでもコンテでも無理だったチームってすげえ。リズンマエスパーズが優勝候補に上がってた事実、ワイは忘れてないで。シティに息吹き返させたスパーズさすがやわ。えんお前こんなとこで何してんねん。ずぶとフォーデンなしのシティに大逆転負けとかこれぞカスパすぎる。オミアス取らなかったのマジでアホだったな。ブライトン余裕でイエルあるぞ。ブライトン今の内容なら5位はいけるかもしれん。エンタンクールとめっちゃ降りてくるケインだけでビルドアップなんとかしようとするのやめとけ。エリシッチっていい選手やと思うんやけど取ってナム来てから散々やな。ルーカスする絶対落ちてくると思ってたけど、CL 争いチームも軒並み絶不調でトップ4ありそうになってきたやん。エバポとシティが調子良くないのと、アーセナル入荷するの上昇が同じ年に来るとか奇跡やろ。金ないのにビスマとリシャルリソンとかいう無駄遣いしてローンでしか補強できなくなったのくさ。CL 券も怪しいしまた選手来なくなるわ。エセニョンの対応もクソやな。マフレズにやられすぎやわ。ウィングバックもっとまともなやつ取れよ。主力3枚ベンチで後半だけで4点とか頭ぶっ壊れてるわ。リシャルリソンとかいう下手クソ取ったのがスパーズらしいわ。ケインしか気の利く選手おらんしそりゃ安定しないわ。シティなんか棚ぼたレベルであかんじさらっと取ってきて主力定着したのにカスパーはさ。